82kg クラスレスリングフリースタイルファイナルです。金メダルをかけます。韓国とロシアの対戦、こちらはロシアのハジムラとマゴメド22歳です。試合場に向かいます。マゴメド82キロクラスのオリンピックチャンピオンは韓国のヤン・ヒュンモか、ロシアのハジムラド・マゴメドフか。佐藤さん、はい、試合の見どころはどこでしょうか。そうですね、この2人はですね、伏兵的存在でしたんで、ちょっと予想つかないですね。予想つきませんか。はい、はい、立ち上がりです。赤が韓国です。ヤン・ヒュン25歳、青はロシアのマゴメドフ22歳です。赤のヤン・ヒョンもですね、今年のアジア選手権2位の選手でして、はい、ロシアのアーノ・マゴメドフは、今年のヨーロッパ選手権第3位の選手ですから、はい、まあ、世界のトップの中 で, ですね、試合をしたことのなかった両選手ですよね。そうですか、はい、その2人がこのオリンピックの大舞台で金メダルをかけて争うという若い2人の非常に大きな重みのあります試合が始まって1分経過しています。青にワンポイント先取点です。マゴメドフ、これは今のはどんなところが評価されましたか。今片足タックル入ったまま場外出たということで、はい、まあ、片足タックルのワンポイントだと思いますけど、はいはい、先取点はロシアのマゴメドフ、右の片足タックルに入りました。赤ヤン・ヒュンも韓国、ヤン・ヒョンも今のですね、片足タックル非常に得意ですね、片足タックルから後ろに回りました。ヤン・ヒョンもが同点に追いついています。1対1、ここで返したいですね。そうですね、この勢いで。攻めきれませんでした。ヤン・ヒョンも、ヤン・ヒョンモは初戦は不戦勝でしたが、2回戦は日本の横山と対戦して勝ちました。横山もヤン・ヒョンモに勝っていますとメダルの可能性が出てきたんですが ね, そうなんですね。先ほどのタックルにですね、3回4回あ3回ですかね、取られまして、はい、結局4対2でですね、逆転負けしたんですね。惜しかったですね、はい、勝負の世界にタララバはありませんけれども、はい、まあ、そうは言っても可能性が十分にあっただけに、ね、そうですね、横山がこのヤン・ヒュンモに勝っていれば、あるいはメダルの可能性も膨らんでいたかと思いますが、はい、ヤン・ヒョンモが決勝まで進んできました。1対1。そしてヤン・ヒョンモは3回戦でハンガリーのドボラク、準決勝はカザフスタンのジャボライロフに勝ちました。ジャブライフロフの時はですね、もう0対2からあの延長で大逆転ですね、3対2で、はい、あの決勝進出を果たしましたので、この試合非常に素晴らしかったですね、はい、その勢いを大切に決勝戦に臨んでいる韓国のヤン・ヒョンもですが、序盤は1対1、ポイントはイーブンです。まあ、韓国のコーチもですね、この選手はオリンピック前非常にいい練習をしてですね、まあ、実績はないんですが非常に期待してたと言ってましたね。そうですか、はい、期待通りということですね。両足タックル、マゴメドフ逃れました。マゴメドフは22歳のロシアの若手の選手ですが、1回戦はセネガルのディオフ、2回戦はキューバのダモス、3回戦はなく準決勝はイランのハデン、決勝戦は韓国のヤン・ヒョンモとの対戦です。彼の準決勝ですね、イランのハデム、まあ、3位になりましたけども、はい、その選手に対しては非常にいい試合してですね、ポイントを与えない、あの
完勝でしたね、はい、およそ3分経過しています。25歳の韓国のヤンヒョンも相手の指が目に入りましたかね、ちょっと痛そうな表情を見せています。82キロのファイナル、今日の放送の解説のソウルオリンピックのチャンピオン佐藤満さんをしても、まあ、ノーマークと言いましょうかね、あまりこうファイナルで対戦する両者という感じはなかっただけにですね、はい、どういう展開になるか私たちもこう固唾を飲んで見つめているんですが、今のところ1対1のイーブンです。今日もですね、来てから片下タックルを有効に使ったらいいと思いますけど、はい、そうですね、相手がですね、踏み込んだ時タイミングでですね、その踏み込んでくる足とカウンターのように入るんですけども、はい、あのそのタイミング、あのヤンヒョンもそれが非常に早いですから、それを有効に使うと相手にプレッシャーがかかりますので、はいはい、いいと思いますけど、試合時間が5分、82キロのファイナル、1対1。さあラストチャンスになるかもしれません。韓国のヤンヒョンモが上になりまして、パートルポジションからの攻撃、ここは思い切ってかきたいですね。そうですね、ここで2ポイント上げますとヤンヒョンモのもの、あしかしもう時間がありません。試合時間が終了しました。5分間、これから3分間の延長戦。マゴメドフもですね、リーチがありますから、はい、なかなかグラウンドのディフェンスは硬いですね、延長に入っています。決勝で1対1ですから、お互いに緊張してるでしょうね。そうですね、はい、あと2ポイントどちらかが上げますと勝負がついてしまうわけで、まあ、2ポイントというのはローリングから横崩しの形で2ポイントってこともありますよね。そうですね、まあ、パーテル取ってそのまま横崩しで2ポイントもありますから。そうですね、はい、さあパーテルポジション、今度は上になるのはロシアのマゴメドフです。1対1、ここでパーテレから横崩し2ポイント、そういったケースも十分にあります。まず足首を固めてマゴメドフ、攻めきれません。スタンディングからの再開です。お互いにやはり1対1で、ええ、ポイント取らせたくないですから ね、 ね、あのお互いに距離が遠いですね、はい、間合いというんでしょうかね、ええ、はい、ですからなかなかタックル入りませんね。このままですとどうでしょうね、微妙な判断になりそうですね。そうですね、金メダルをかけての微妙な判断になりそうですが、延長時間が3分です。まだ時間があります。僕は精神的に通勤になった方が勝つんじゃないと思う、勝つんじゃないかと思いますけども、はい、はい、つまり攻めの姿勢ですね。そうですね、そ
それが結果的にパーティーポジションも多く取れますし、はい、チャンスがあればタックル取れると思うんですけども、あと1分で延長3分も終了します。マゴメドフが左四つの体勢から攻めようという形ですが、ここも攻めきれません。この展開ですとどうも点が入りそうになりますよね。そうですね、あとはお互いにミスした方が負けじゃないでしょうか。そうですか、はい、さあ持ち上げた韓国、ラストチャンスを生かすか、後ろに回れるか、片足タックルに入っている低い体勢、これはまだ五分ですね、はい、まだ五分です、五分です、さあ五分です。反撃に出ているマゴメドフ、貴重なポイントになります。残り20秒を切りました。マゴメドフが足首決めてますんでチャンスですね。これはさあどうだ、返すか返すか、返ったか、ワンポイント、これで2対1、ロシアのマゴメドフがワンポイントリードして、残り3秒2秒1秒、延長の3分も終了しました。3ポイントまではいっていませんが、これは審判団の協議で、まあ、ポイントリードしているマゴメドフということになるんでしょうかね。そうですね、本当に際どいですよね、先ほどの1ポイントの攻防ですね。1ポイントの攻防が明暗を分けました。ヤンヒョンにもチャンスがありましたかね。もうチャンス、絶対のチャンスでしたけども、絶対の、はい、お互いに粘り合って最終的にはですね、マゴメドフが1ポイント取りましたね。そうですね、値千金の1ポイント、延長に入って投げました。マゴメドフが金メダルを獲得です。82キロクラスのチャンピオンはロシア、カジムラド・マゴメドフです。22歳の若きチャンピオンが誕生しました。素晴らしい試合でしたね。そうですね、まあ、確かにポイントは低かったんですが、両者のその持ち味というんでしょうかね。そうです、ここからですね、ここは持ち上げて韓国です。韓国のヤンヒョンモがチャンスでしたよね。先にポイントを上げるかと思いました、はい、ここからバック取れそうで取れなくて片足に移行して、この辺りまだヤンヒョンモのペースです。しかしこの辺りから流れが、そう、足首を決めたんですね、あのマゴメドフですね。マゴメドフが足首を決めて流れが変わりました。これ完全に回れると思ったんですけどもね、ここからまた韓国のヤンヒョンも粘りました。両足タックル持ち替えて、そうですね、はい、最後に最後に山が来ました。マゴメドフの勝ちです。